当時の路線車、西鉄バス北九州、新潟自動車営業所は、かつて存在した西鉄バス北九州のバス営業所。主に、北九州市と新部と小倉南区を結ぶ路線を、担当。なお、営業所の名称は、西鉄バス北九州車内における故障であり、西鉄本社ではサイトにおける、事業所案内で、行橋営業所と共に、車庫扱いしていた。 湯川営業所にて、二名電車庫自体は、古くから存在していたが、もともとは、車庫とは、名ばかりの折り返し場であった。営業所としては、現在の湯川新松山丁目バス停付近に、湯川自動車営業所が存在していた。その後、西鉄グループの事業見直しで、 北九州地区におけるタクシー事業を強化することとなり、その拠点を確保するため、湯川営業所が廃止、タクシー営業所に転換され、新潟車庫は、友人営業所に昇格し、湯川営業所の業務を、引き継いだ。一旦再び、戸端営業所の車庫に降格となったものの、行橋車庫同様友人の営業所として機能していた、ため、2008年社内での名称が、 自動車営業所に戻った。なお、タクシー営業所については、その5国の再規制やグループ全体における事業リストラの余波もあって閉鎖され、小倉営業所として小倉北区中井に移された。二港車庫時代には、二港電バス停で折り返す区間便も設定されていた。グループにおけるバス事業見直しに伴い、他の営業所に比べ、 固有路線がなくすべての路線が他の営業所との共同運行となっていたこともあり2012年6月23日の終バスをもって営業所としては廃止されたこのリストラにより小倉南区南東部のバス事業主かつは弥生が丘営業所に一本化されたが車庫機能の存在については明らかにされていないまた一部路線は小倉と弥生が 他の共同管理に移行した。湯川営業所跡地は、西鉄タクシーの営業所に転換された後に、新部区専門店ザザホラや小倉総本店の第二、駐車場となった。以下の路線は平日、土曜日の朝のみ運行されていた。金田陸橋西行は、客扱い後に、金田一丁目へ改装されて、ここから、八幡製鉄所総合センター前行きとなった。 戸畑営業所と共感。戸畑駅系統は行き先番号5番へと変わった。路線車のみで三菱不装と日産ディーゼルの配置。全車西港 B 型。運賃表示器は小田原機規制。運賃箱はレシップ制を使用。ありがとうございます。